こんにちは久美子です、えー、今日は久しぶりにこちらのスタジオに伺いました、えー、パクさんとそしてつぶきさんが一生懸命あのー、やられてましてまあ皆さん大人になられたなと、えー、私なんかの 年齢から見るとなんか輝くばかりりででままししいいい気持ちでいっぱいになりました、えー、今年は小四十吹雪さんの生誕100年ということもありましてちょっとまたシャンソンに立ち返って歌う毎日になっておりますけれども皆さんにも是非聴いていただきたい歌がたくさんございます。ということで「BS 日テレ令和歌謡塾」を是非ご覧ください。